また前衛で優勝した時の映像を見ちゃったんですよね。で、ひとしきり泣いてからこの音声を撮っております。<laughs> <noise> はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。AI の優勝予想、この AI 感情があるんじゃないかって思います。Go, go, go, はい、アメリカ女子ツアーの メジャー大会ですね。全米女子オープン初日の組み合わせをご紹介したいと思います。後でね、AI の優勝予想も発表します。あとコメントも読まさせていただきたいと思いますのでね。まあその前に衝撃的なニュースが飛び込んできましたよね。まあ、海外選手に興味ない方はね、そうでもないかもしれないですけど、あのレクシー・トンプソンがまだ29歳なんですけども、今年限りで引退しますと表明いたしました。 この大会、全米女子オープン、12歳で本戦出場を決めたこともありましたからね。うーん、すごい、あの、選手だなと思っていたんですけども、この大会はこれが最後ということですね。まあ、プレイヤーとしては今年いっぱいでということですね。この試合はね、あの、組み合わせはローズちゃんとミンジーリーと、まあ、微妙な感じですね。 あもうネリー・コルダとか、そういうのと一緒にしないところがまた行きかなと思いますね。あんまりこう差をつけられてもね、かわいそうなのでっていう。まあ、今年もね、あの、シード取れるような位置にいますけどね。80位以内にはちゃんと入ってますから。あれなんですけどもね。はい。で、早速組み合わせなんですけど、昨日お伝えした通りね、BS 小竹東京で、 無料で見れるんですけどね。BS が映るテレビの方は、あの、無料で見れます。だけど、初日は朝4時から9時までなんですよ。時差が13時間あるのでね、ライブで見れるのは、まあ、スタート時間、現地のスタート時間13時以降のスタートの組からになってしまうんですよね。だから、午後組から、あのー、ライブで見れるっていう感じなんですよ。で、 ま、BS 小築以外にはゴルフネットワークプラスとかね、ダゾーンとかで放送しますけどもね、そっちは2時間早くて深夜2時から9時までですね、2時間早くても午前スタートの選手はライブで見れないなという感じのところはあるので、先にね、あの、午後スタートの選手から紹介したいと思います。まずこちらからね。はい。あの、最初に書いてあるあの、岩井千里ちゃんは、 あの、スタート時間見ていただければわかる通り、午前スタートの最後の出場選手ですね。あの、日本人最後になります。午前スタートではね。で、吉田優里ちゃんから午後スタートの選手たちになります。日本人選手ね。はい。岩井千里ちゃん、あれですよね。10番ホールからのスタートなんで、まあ、8番とか9番プレイしてるぐらいから映るかな、ぐらいの感じですかね。 実差1 3時間ですから。うん、まあ、ちさちゃんインタビューでグリーンの傾斜が今まで見たことないぐらいアンジュレーションがきついって言ってましたね。まあ、グリーンに奥、グリーンを奥に外したり、横に外しちゃうともうアプローチ難しいという印象を受けたそうですよね。まあ、さすがメジャーだなと。どのホールも難しいです。もうキーポイントになるホールはって聞かれても全部難しいと。 ねあの、練習ラウンドを回ってみてね。まあどのホールも難しいです。バーディー取れるところもあるけども、ちょっと間違えたらもうすぐボギーになっちゃうと。まあ、気が抜けないと言っておりましたね。で、まあ、ここからライブでプレイが見れるかなという選手たちですね。まず、吉田優里ちゃん。午後組スタートの最初ですね。まあ、あんなりんと一緒ですね。 いやあ、あんなりんと同じ組になったりすること多いね。まあ、今回出れなくて残念ですけど、かつみなみちゃんがね、マッチプレイでいいとこまで行って、で、あんなりんに勝てば決勝というところで負けてしまったっていう相手ですけどね。まあ、あの、しぶこちゃんとか、エッティと同期です。まあ、同期って年齢は違うけどね。まあ、2021年の終わり頃に、あの、受けた旧シリーズ予選会ですね。 で、エッティは7位、しぶコちゃんは20位で通りました。で、注目されてたタイのアッティティ君がもう1位通過じゃないかって言われてたんだけど、最後まくってね、あの、アンナリンがトップ通過を果たしたんですよ。そういう選手です。はい。まあ、シブちゃんとご飯食べたりとかってね、写真出てたしね、韓国の選手たちと一緒にご飯食べてる。吉田優ちゃんも、ね、 しぼこちゃんと同じマネジメント会社だしね、仲もいいだろうから、もしかしたら喋ったりしたことがあるのかなという感じのところですかね。まあ、あんまりこう、一緒にプレイする選手はあんまり関係ないかなと。めちゃくちゃね、めちゃくちゃプレイが遅いとかじゃなければね、まあなんでもないかなと。まあ、取り立ててなんかこう、話しすることもないでしょうという感じですね。それからその次。 ゆなちゃんと武田りおちゃんが同じ組になりましたね。まあ西村ユナちゃん、まあご存知の通りね、そんなに飛距離が出るわけではないので、まあ距離がちょっと長いアメリカのツアーでね、戦うには、やっぱりね、長いパー4で、セカンドショット3番打っても、うん、3番打っ持っても届かないっていうホールもあったりするっていうのが、ちょっとアメリカではね、 なかなか難しいところはあるんですけどもね。しかもこのメジャーセッティング、ラフも長くて、まあ、グリーンのアンジュレーションもきついコースでね、どうやって、なんとかパーセーブして、で、パターでもうボコボコ入れまくって、バーディー取れるかという感じのところですかね。まあ、武田龍ちゃんは、サクちゃんとね、キャッチボールできたんでしょうかね。<laughs> ピンクのグローブ買ってね。 アメリカツアーにも持ってきますと。でも、サクちゃんがグローブ持ってきてないっていうオチもあるかもしれないですよね <laughs>。サクちゃんならあり得るかもしれないですよね。はい。でも練習ラウンドね、ナッサーとしたそうですよね。畑岡ナサちゃんと。で、練習ラウンド、ここの時間に枠が空いてるから、ここに名前を書いて。 っていう感じのシステムらしいんですけど、もう、武田りおちゃんが行った時にはもう選べる枠がないんで、まあ空いてるところに名前書くしかないと。そしたら偶然にもうそこの組、空いてる枠は NASA だったんですよ。ほう、残り物には服があるという。これ、これはもうまさにその、その、そういうことですよね。いやー、もう、ついてるね、やっぱりね、今年ね、武田りおちゃんは。まあでもね、 やっぱりナッサーとは緊張して話せなかったですと <laughs>。やっぱりね、こういうとこがまたね、いいじゃないですか。ね武田りおちゃんの。まあやっぱりね、武田りおちゃんの中には日本のエースっていう、そういうこう、すごい貫禄みたいなものがこう、武田りおちゃんの心の中にはこう大きい存在なのかなっていう気はしますよね。そこが、ちょっと馬場咲ちゃんとちょっと違うとこでね、またいいかなと。 思いますね。まあ、ババサキちゃんが悪いわけじゃなくてね。はい。ババサキちゃんはババ,バ,バサキちゃんなりね <laughs>。あのちょっとね、あの、堂々たる感じでね。物おじしない感じがまたいいかなと思うんですけどね。武田龍ちゃんはそういう、なんていうのまあ、あの、初心のこう状態がまだ続いてる感じでね。いいかなと思いますよね。もう、ちょっと好感が持てるというかね。初優勝からね、もう一番今乗りに乗ってる選手じゃないですか。 あの、メルセデスランクトップでね、参照して。だけど、まあ、少年、あの、初優勝からね、あの、期間が短いじゃないですか。だから、まあ、そういう、なんていうか、こう、貫禄みたいのがまだついてきてないっていうかね、これからついてくる感じになってくるとは思うんですけど、まあ、初心を忘るべからずと言いますけど、そういうのがこう、ちゃんとこう、まだ保てている、 状態の武田りおちゃんっていうのがやっぱりちょっと好感持てるわけですよね。はい。まあ言ってたのが、畑岡奈紗ちゃんのアイアンの音がすごいと言ってましたね。いやー、あのアイアンの音はすごいですと。素晴らしいですね。やっぱりすごいですと。言ってたぐらい。まああんたもすごいよと思ったけどね <laughs>。思ったけど、やっぱりすごいらしいですよ、音がね。はい。 まあ、アメリカのコース自体は、日本よりちょっとコースはね、距離長いんだけど、そんなに感じなかったです。ちょっと長いかなぐらいしか感じなかったです。と。まあ、頼もしいじゃないですか。ね、西村犬ちゃんはちょっと距離が長いとね、きついとね、思うでしょうけどね、そこはもう感じなかったですと。だけど、まあ、芝の違いですよね。グリーンのアンジュレーションもきついんだけど、芝の違いとかをつかんでね、 まあ、これからアメリカツアー行こうっていうね、あの、意思が固まった時にはね、そういうのは経験で、まあ、ちょっと生きてくるように、あのー、経験積んでほしいかなっていう感じはしますね。はい。そして、桜井ココナッちゃんですよね。ココナッツ、アメリカに来ること自体初めてだと言ってますけどね。はい。 まさかね、ね長崎からアメリカにっていうのはね、あまり考えてなかったでしょうかね、学生の頃は。まあ、距離は長いって言ってました。桜井ココナちゃんでも距離長いって言ってましたよ。こんだけもう、あの、飛距離出るココナッツでも、距離長いですと。ミドルホールで、まあ、4番ユーティリティを持たされるっていうことが日本であんまりないそうでね。まあ、ショットラフに入れたらちょっとグリーン狙えないですと。 いう難しいところ。まあ、今シーズンちょっと日本でも調子悪いところもあるしね。だから、まあ、フェアウェイはキープしたいですと言ってましたね。フェアウェイはキープしないとラフ入っちゃったらもうちょっときついと。かなり食われちゃって飛距離が落ちるというようなこと言ってましたね。はい。まあ、T ショットが鍵ですかね。まあ、T ショットだけじゃなくて全部鍵になってくる。その全体の T ショットからセカンドショット。まあ、グリーン狙うショット。 それからアプローチパターンですよね。全部が良くないと、こういうメジャーでは勝てないと。いうことですよね。で、萌音ちゃんですけどね。稲見萌音ちゃんは、今ね、3試合連続予選落ちしてる最中ですよ。そういうことなんですけども、やっぱりね、萌音ちゃんなりに、まあ、これから戦っていく中で、こう、いろいろと試しながら、 やってる最中だと思うんですよ。クラブ変えたり、シャフト変えたりとかね、いろいろやりながら試してる最中なんですよ。なので、それがハマってくるようになればね、メジャーだろうが何だろうが関係なく、あの、予選通過ぐらいは余裕でできる実力の持ち主ですから、まあ、いい感じになってくるかなという感じのところはありますけどね。はい、それから、ね、3年前のチャンピオンですよ、佐藤優香ちゃん。 すごい組ですね。やっぱりね、ブルック・ヘンダンソンと花グリーンと一緒ですね。まあ、花グリーンなんかは特に今年調子い,いいですしね。はい。で、さあ、そかちゃんの面白いところは、まあ、物欲がないんですよね。全く物欲がないと。なんか欲しいものあるかっていう質問に対してね、まあ、だいぶ前の話だけど、うーんー、iPhone 持ってるし、 iPad 持ってるし、まあ今欲しいものないんですよねって言ってましたね <laughs>。え、そんだけでいいんだと。まあ単純に本当にこうゴルフが大好きなんだろうね。本当にそう思いますよ。ね、もう全然物欲がないと <laughs>。欲しいものないと言ってましたね。はい。で、その佐藤ゆかちゃんと同い年のジャンボ軍団二人ともね、最後おまわちゃんですね。 まあ、メジャーチャンピオンと一緒になりましたね。ジョージアホールと一緒になったじゃないですか。ねえ。それだけ実力が認められてきてるってことですよね。やっぱりね、CME ランキングも、アメリカのね、ポイントのランキングも上位で、ね、いますしね。で、練習ラウンド中ね、隣にぶこちゃんがいたそうなんですよ。それを見つけてね、最後、まおちゃん、ぶこちゃんに向かってね、腕が引きちぎれるようなほど手振ったらしいですよ。<laughs> <laughs> うーんかわいいとこあるじゃないですか。これが本来の姿でしょうね。多分。最後、まおちゃんの。普段ね、すごい硬い表情でね、難しい顔しながらインタビュー答えてたりっていう、そういう感じの印象があるじゃないですか。あんまりね、こう、笑ったりはしないような。ね、まあ普段はプライベートだよね。仲のいい、あの、ゴルフ選手とかとは、 笑顔ですね。まあ普通に喋ってるんでしょうけど、そういうカメラが回ってるところでそういうのはあんまり見せないタイプ。だけども、まあ、しぶこちゃんにそういうね、あのー、リアクションをするっていうのは、やっぱりあれなんでしょうね。それがふ普通の時の真央ちゃんなんでしょうね。はい。まあそういうカメラ回ってるところだと、ちょっとこう、あの、違う自分になってしまうっていうね、作ってしまうんじゃないかなと。 ね、固くなってしまうんじゃないかなと。真面目すぎるような感じに映し、映されてしまうんじゃないかなというところはあるかなと思いますけどね。はい。そして鈴木愛ちゃんですね。昨日もお話ししました通りですね。昨日ね、あの、<laughs> まあまあ、あの、昨日お伝えした通りなんですけどね。まあ、昨日の動画見てください。<laughs> 見どころのことを喋ってますけどね。一番言いたかった。 昨日の動画でね、見てください。ね、クレジットカードを家に忘れてきちゃってね。現金もちょっとしか持ってないし。ちょっと、ひもじい思いをしてるそうですからね。<laughs> そんなことはないんだろうけどね。まあ、周りの方はお金貸してくれると思いますけどね。率先して、鈴木愛ちゃんにね、お金貸してあげてほしいなと思いますけどね。<laughs> はい。 それから木村彩子選手ですね。日本でもドライビングディスタンス233ヤードという選手が、このアメリカのメジャー大会でどんだけ通用するのっていうところが見どころでしょうかね。まあ、しっかりフェアウェイキープをして、フェアウェイからしっかりと、あの、セカンドショット打てるっていう状態で、あとはもうアプローチで何とかするしかないよね。グリーン外したらね。 ね、もうパターン入れまくるしかないでしょ。ねそれじゃないと、まあ予選通過どころじゃなくて、もう全然届かないっていう感じでね、ボロボロになって帰ってくるっていうのが目に見えてますから、それぐらい難しいのでね、飛距離出ない選手にとってはかなりきついと思いますけどね。まあパターン入れまくるしかないでしょ。ねえ。それから、アミューちゃんですね。オゼッキアミューちゃん。 まあ、リゾートトラスト終わってからすぐ渡米したそうです。で、月曜日の夜11時過ぎ、夜ですよ。夜11時過ぎに、まあ、日曜日終わってね。すぐは渡米したんですけど、着いたのは月曜日の夜11時過ぎですね。<laughs> 普通に行けばそんなことはないんでしょうけどね。あの、シカゴで乗り継ぎした時に入国に時間がかかったそうです。まあ、よくある話だそうですけどね。 で、まあ乗り継いだ飛行機、乗り継ぐ飛行機を予約してたね。その飛行機が離陸15分前だったそうですね。ゲートに着いたんですよ。15分前に。もう扉閉まってましたと。残念ですと。あの、乗れませんと。いうことらしいですよね。アメリカは30分前に乗れなくなっちゃうらしいですよね。なので、着くのが遅くなっちゃったと。で、まあココナッツと一緒にね。 桜井ココナちゃんと、まあ、同じダイヤモンド世代、仲のいい二人ですから。この、寝不足状態で、ココナッツと18ホール練習ランド回ったそうですよ。<laughs> 大変だ。もう、最後の方は疲れましたと。<laughs> ねこの若いダイヤモンド世代であってもね、疲れましたと <laughs>。言ってましたよ、ね。コースも難しいし、も、ま、う、あ、チェックしなきゃいけないところもたくさんあるだろうからね。まあ 逆に時差歩けなくていいんじゃないですか。眠たいぐらいが。ね若いからい一晩寝れば治りますよ。多分。眠 <laughs> そ足はね。多分大丈夫だと思いますよ。はい。ねえ、まあ先輩、作用高校の先輩ね、ね渋子、ひな子、いや、渋のひなこ先輩がね、一緒にいますからね。まあちょっと時間帯は違うから会えないかもしれないけど。 まあ年代が全然違うもんな。2003年生まれのダイヤモンド世代、2003年度生まれと98年度生まれ。5歳違うのか、5学年違うのか。全然、なんかこう、接触がなかっただろうね、作業高校でもね。まあ、それはいいとして。次行ってみましょう。次は午前スタートの組ですね。はい。 トップバッターは川本衣閣下ですね。朝6時56分スタートです。はい。第3組ですけどね。第3、まあ一番最初のスタートではないけれども。はい。もうほとんどもう第1組みたいなもんだよね。時差13時間だから8時には、20時にはスタートしてしまうというね。感じです。日本時間でね。はい。まあぜひ、スタートね、頑張ってほしいですね。 そして、にーゆうかちゃんです。N.I.I. ってキャディバッグにね、書いてあるんですよ。で、ドライビングレンジにも、ここがにーゆうか選手の、あのー、場所ですよって、こう、名前が書いてあるんですよ。あの、ツイッターでね、あの、旧ツイッター、今 X と言いますけどね、あの、知らない方もいるでしょう。ツイッターなんか俺やってねえよって言ってね、あの、見てない方もいると思うんですけどね、あの、ツイッターで、にーゆうかちゃんがね、あのー、 N2 さんですかって、NII だからね、N2 さんですかって聞かれたらしいですよね。ニーってね、あの、膝のね、KNEE、e、のニーだったら読めると思うんですよ、アメリカ人でもね。だけど NII は、まあ、あの、数字、A 数字の,あのニーに間違えられたみたいでね、N2 さんって聞かれたらしいですけどね。はい、まあ、 珍しいんだろうね。まあ、日本でも珍しいでしょう。うこの2位っていう名前はね。はい。まあ、同じゆうかちゃんが出ますからね。<laughs> まあ、2位ゆうかちゃんの方が一個下か。さっそうゆうかちゃんよりも。まあ、2あの、さそうゆうかちゃんがちょっと貫禄ありすぎるんだけどね。<laughs> ま、そんなふうには見えないけど。まあ、まあ、あの、2位ゆうかちゃん、ぜひね、頑張ってほしいですね。わざわざハワイまで行ってね。 ハワイの予選会まで行って、一人しか予選通過できませんと、本戦出場一人だけですよ、この大会は。というアメリカの、アメリカっていうか、まあアメリカだけど、ハワイのね、予選会出て、その一人に入ったんだからね、トップ通過して、その一人に入りましたからね、なんとか頑張ってほしいですよね。はい。それから、やっぱり渋子ちゃんですよね。 まあ、サラ・ケンプ、マリア・ホ・ウリベっていう、この二人、まあ、30代のね、ベテラン選手ですけどもね。いや、しぶこちゃん、今のところはね、まあ、一応、ファウンダーズカップ、ミズホ、アメリカズ・オープンとね、連続予選落ちとなってしまっていましたけれどもね、まあ、不調続きというふうに思っているとは思うんですけど、皆さん。一周空いて、この全米女子オープンに向けてね、どれだけ調整が進んだかっていうのを、 がちょっと見物かなと思いますけどね。でも今年に入ってね、あの、4試合連続予選落ちがあったじゃないですか。それで乗り込んできたメジャー初戦、シェブロン選手権ですよ。まあ大半の人はダメなんじゃないって思ったでしょぶっちゃけ。渋子ちゃんファンの方でも。いやー、やっぱダメかなと。思ったでしょねえ。 頑張ってほしいとは思いつつ、うーんー、やっぱダメなのかなーってね、思ったでしょちょっとはね。全然思わなかったって人は渋子ちゃんファンでもいなかったと思いますよ。どこかしらね、心のどこかしらで、うん、やっぱ厳しいのかなもうちょっとスイング改造かかるのかなっていうふうに思ったと思いますよ。で、その予想通りね、初日フォーオーバーと出遅れましたよ。はあー、やっぱダメかーと。 思わせといてからの2日目に3アンダー。見事予選通過しましたよね、はい。で、この大会50位だったですけどね。今シーズン一番成績良かったのがこのメジャー大会でしたよ。メジャーになるとなんかいいんだよね。なんかやってくれるんだよね。そういうふうにこう、なんかやってくれるんじゃないかって思わせてくれる不思議な力を持った選手でもありますけどね。 でもさ、ゴルフって誰が勝つか分かんないっていうのが正直なところあるじゃないですか。まあ、あのー、ね、コメント来てみましたけどね。あの、競馬予想 AI でやってくれというのがありましたけどね。競馬なんかもそうでしょ。今までずっと成績悪かった人がボンって勝つってことはあんまないでしょ。ね。ゴルフってそれあるんだよね。先週まで絶不調でもね。 この大会期間中だけ調子いいって。それでもうポンと勝っちゃうっていう選手いるでしょ。ねえ。そういう人いるんですよ、今までもね。まあ、去年アリセンコープス勝つと思いました皆さん。思わなかったと思いますよ、多分ね。アリセンコープスも、の名前も知らなかったっていう選手、あの、方たちもいるでしょ、多分ね。知ってても、アリセンが勝つって思わなかったと思いますよ。 よく知ってる方でもね。まさかっていうね。初優勝がメジャーだもんだって。そんな選手ね、なかなかいないけど、まあ渋子ちゃんもそれをやってのけましたけどね。アリセンコープスって渋子ちゃんと同期ですよ。同じ2021年の9シリーズ受けた選手です。それで16位に入ってアメリカツアー参戦した選手ですよ。まあアリセンコープスが16位で渋子ちゃんは20位だったんですけどね。 でエッティが7位で同じ旧シリーズ受けた選手なんですよ。同期ですよ。だから。年齢は違うけどね。年齢は1学年上かな98年生まれだけど、3月生まれなんでね。ちょっと日本風に言うと学年は上だけど、アメリカってどうなんですか私よく知らないですけどね。どこで区切るんですかはい。日本は4月からでしょう。アメリカって同じなのなんだかわかんないけどね。詳しい方いたら、アメリカにいる方、よかったら教えてください。 はい。で、まあ、あの、2022年ね、ルーキーイヤーでね、頑張っていましたけど、やっぱりあの時って、あの、ルーキーオブザイヤーっていうショーがあるんですけども、断トツでアッテアティティくんでしたよ。まあ、アッテアティティくの年でしたよね、あれはね。あの時は。もう、あの、世界ランク1位にもなった選手ですけども。 もう、この、アッタヤティティ君以外に、ルーキーオブザイヤーいないよねっていう感じで途中からなりましたよね。で、2位は、あの、韓国のチェヘジンなんですけど、チェヘジンも優勝してないのに、2位に入ってくるっていうね、ルーキーオブザイヤー。もう、常に上位にいたからね。もう、あの、優勝したらアッタヤティティ君を脅かす存在っていうのはチェヘジンだけだったんですけどね。 エッティも優勝しましたけど、3位だったんですよ。優勝してないチェヘジに負けたんですよ。ルーキーオブザイヤー。ルーキーオブザイヤーのポイントってね、また、あの、CME ランキングのポイントと全然違うポイントなんですけども。で、4位がアリセンコープスなんですよ。この時ね。シブコちゃん5位でした。アリセンコープスと渋野、シブのひな子、30ポイントぐらいの差しかなかったんですよ。だからね、いつも思うんですけどね。 あの、誰が勝つか分かんないっていうのが、こう、ゴルフの面白いとこでもあるんですけどね。まあ、後で AI 予想言いますけどね。誰が勝つかっていうと、もう今シーズンは、まあ確かにネリー・コールダ強いですよ。強いけれども。じゃあ、メジャーとなるとね。まあ、あの、シェブロンは勝ちましたけどね。ネリーが勝ちましたけど。この全米女子オープンとなると、まあ、 ネリー強いけれども、そう順当にはいかない、じゃないかなと思いますよね。でもさ、いつもね、あのー、こうやって配信してますけど、ゴルフに興味ない人、会社にいるんで、そういう人と話してもね、やっぱりゴルフに興味ない人にまで注目させる、まあ、ムーブメントを起こせ、起こさせる力のある人って、 正直、ぶ子ちゃんしかいないですよね。他の選手勝っても、すごいな、あの選手、あの、メジャー大会で勝ったんだってってならないと思うんですよ。あの、私の会社にいるゴルフに興味ない人。だけど、ぶ子ちゃんは名前知ってんですよ。多分、あの、渋子ちゃんがもし優勝なんかしたらね、あのぶのってこう、また優勝したんだってって多分なるんですよ。 あの、ゴルフ全然見ないくせに、ニュースで見てね、渋野ひな子っていう名前が出たら多分ね、反応すると思うんですよ。それぐらい、あの、ゴルフ興味ない人にまで、そういう子を注目させるっていうのは渋子ちゃんしかいないんで。で、またね、これ今声吹き込んでる前にね、また前衛で優勝した時の映像を見ちゃったんですよね。で、 ひとしきり泣いてからこの音声を撮っております <laughs>。また泣いちゃったね。感動したね。やっぱりね。いつ見てもね。あと10年、20年経ってもあの映像見たらまた泣くんだろうなと <laughs>。それぐらい強烈だったっていうことですよね。なんで渋野雛子ばっかりね、みんな言うんだよって思うかもしれないけどね。 あの、日常生活であんな感動的なこうスポーツの場面ってね、やっぱりゴルフでないんだよね。まあ男子よく見る方は、あの松山くんのマスターズだと思うんですけど、女子ではね、ぶ子ちゃんしかいないんだよ。未だにね。だから、まあ頑張ってほしいなと。優勝までっていうのはね、そこまで高望みしませんけど、でも、それをやってのけちゃうようなことも、 起こしかねないなという、希望も抱かせてくれるような選手ではありますよね。はい。まあ、それはちょっとこう、言い過ぎかもしれないけどね。まあちょっと上位入って、まずは予選通過してね。初日出遅れないようにして、なんとか予選通過。まあ上位で予選通過する感じだったら、まあいけるかもしれないという感じのところはありますよね。まず初日ですね。はい。それからちょっと、 ちょっと今年あまり優勝争いとかにも出てこない神谷そらちゃんですけどドライビングディスタンス去年1位だったのがちょっと竹田りおちゃんにこうお株を奪われてしまっているというねちょっとこう膝にテーピング巻いてたり巻いてたりっていうか貼ってたりするのがちょっと気になりますよね無理してないのかな痛みこらえてないのかなっていうのはちょっとありますけどねまあ 痛みはないけれども、痛みが出たことがあって、で、今テーピングで、こうカバーしてると。だけど、まあ、菅沼奈々ちゃんの右の膝もそうだけど、今の神谷空ちゃんね、左の膝、膝のところにこうテーピング貼ってた時はあったから、うーん、ちょっとね、その体の調子具合が、こう気になるところではありますけどね。まあ、知らず知らずのうちに、こう、かって、 ているんだったらちょっと無理しないでほしいなとは思いますけどね。はい。ひら、あの、知らないうちにこう、かばってて調子悪いだけなのかもしれないしね。ちょっとそういうのがこう、菅沼奈々ちゃんみたいにこう戻ってきたら爆発する可能性はあるかもしれない。っていうところありますね。多分、飛距離では問題ないでしょう。アメリカに来てもね。 ただ、ラフに入っちゃうと厳しいよっていう、ただそこ、そこが問題ですけどね。はい。そして優勝して乗り込んできた岩井昭恵ちゃんですけどもね。やっぱりね、あの、インタビューでも言ってましたね。ラフが長くてねちっこいと。粘っこいと。で、特に、まあ、あげれ、あげるとするならば、そのインタビューを受けてた、あの、近くにあるね、18番ホール。 距離が長くてグリーンの傾斜がすごいと。だけど今年こそテレビに映れるような位置で頑張りたいと。この大会ね。やっぱりね、上位に来ないとテレビに映らないから、なんとかそこに映り込むような、あの、プレーをしたいと言っておりましたね。はい。そして2年連続の女王に輝いていた 山下美優ちゃんですけども、今年はまだ優勝なくここに乗り込んできました。キムセヨンちゃんと一緒ですね。キムセヨンちゃんと一緒なら映してほしいんだけどなというところはありますけどね。<laughs> はい。まあ、山下美優ちゃんのすぐ後ろの組。一番ホールからスタートする組でね。すぐ後ろの組がディフェンディングチャンピオンのアリセンコープスです。それとアリセンコープスと同じ組なのが 全米女子プロゴルフ選手権で優勝したインルロニンです。中国のね。全米女子オープン覇者と全米女子プロゴルフ選手権覇者。この二人が山下美宇ちゃんのすぐ後ろから来ます。後ろの組ですね。はい。まあ、日本ではなんとかなった部分もこのアメリカのメジャー大会でどうなるっていうところが見どころかなと思いますけどね。 オリンピックの,あの代表争いもあるでしょう。ねえ。まあ、エッティとの差を広げられるかっていうのはね。あの、オリンピックに関する情報は前動画出してるのでね。いつ行われる、あの、いつで、あの、決まるかっていうのもね。まあ、いろいろ細かく、そういうのを何人出れるのかとかね。そういうのも詳しく説明してる動画がありますのでね。下の概要欄からちょっとご覧になってみてください。 はい。そして日本のエース、ナッサー。昨日いっぱい喋りましたけどね、ナッサーのことをね。ネリー・コルダと同じ組になりましたね。あとはメーガン・カンですね。もう陽気な陽気なメーガン・カンですけどね。もうこの子はもう明るいんでね。まあ、この組の雰囲気は良くなると思いますよ。なんかもう、陽気な子なんでね。まあ明るい子なんで。多分雰囲気はいいでしょうけどね。 まあ、ナッサーもね、もう、アメリカツアー長くなってきましたから、まあ、英語でも会話できるし、ネリーとも、どうですかね喋ったりするのかな同い年同士でね。はい。どうでしょうかわかりませんけどね。まあ、なんとか、ネリーを抑えてね、ナッサーが優勝っていうところまで行ってほしいかなと思いますね。はい。しぶこちゃんにも頑張ってほしいけどね。ナッサーにも勝たせてあげたい。 かなとそして、エッティですね。古江彩香ちゃん。今年、調子、マヤ・スタークと。キム・ヒョージュ、この間、優勝しましたからね。まあ、韓国で行われたヨーロピアンツアーで優勝しましたけどね。で、エッティ、まあ、6月24日付です。世界ランクでね。オリンピックの代表が決定しますけども。まあ、ポイントの高いアメリカのメジャー大会でね。山下美夢ちゃんとの 対決が見ものかなと。まあ、この大会どっちかが上位に行って、どっちか予選落ちっていうことがあればこの試合で決まっちゃうかもしれないですね。ね。まあ、エッティもずっと今年からね、あ,あの、オリンピック前回ね、東京オリンピック出られなくて悔しいと。まあ、今回はもう絶対行きたいと。で、行くならもうこの試合で決めないといけないと思ってますと。はっきりと言ってます。 普段のプレイぶりはね、あんまり感情出さないタイプなのに、オリンピックのことになると、今年はね、ずいぶん言ってきましたね。メディアの前でね。しっかりと頑張らないといけない試合だと思ってますと。まあ、優勝すれば決まりですよ。優勝すればね、もう、あのー、ランク15位以内、世界ランク15位以内にはもう、あのー、入ってきます。もう決まりになります。あのー、ナッサーも抜かしちゃうと思いますね。優勝したらね。 で、オーストラリアの出身のレジェンドがいますよね。わかりますよね。アメリカツアー41勝してます。メジャー大会も7回勝ってますね。あの、オーストラリアのレジェンド、カリー・ウェブが言ってましたよ、ね。日本に来日した時にね。ナサと綾香はメジャーでいつ勝ってもおかしくない子ですと。それぐらいのプレイヤーですと。と はっきり言ってました。カリーウェーブがね。アメリカツアー41勝してる選手ですよ。ね。もうオーストラリアのレジェンドです。この選手が。まあ選手がってもう引退しましたけどね。あの、出てないですけど。もう、もうすぐ50歳になりますからね。<laughs> あの試合には出てませんけども。まあ、このカリーウェーブがね、そういうふうに言うぐらいの、あの、選手だっていうふうに、ね、アメリカの人たちには映っている。 っていう実力がもうあるっていう選手にもう見えてるっていうことですからね。はい。まあ、いつ勝ってもおかしくないっていうふうに見られてる選手なので、まあ、本当に勝ってもおかしくないかなという感じでしょうかね。はい。そして、頑張ってほしいさくちゃんですけどね。小岩井桜ちゃんは、臨州と一緒になりましたね。で、洋芝だからね、北海道に似てるなと思いましたと。 ね、言っていたそうですけどね。まあ、北海道出身ですから、北海道のね、あのー、ゴルフコースでね、練習したりもよくしていたでしょうけれども、まあ、北海道に似てるなっていう印象なんですけども、自分そんなに養子芝が好きじゃないんですよねって <laughs> 言ってたそうです、ね。北海道にいる時は苦手だったので、得意意識はないですねって言ってましたね。 あんまり <laughs>。まあでもね、さくちゃんね、こういうコメントあんま当てになんないんですよね。いやーちょっと苦手なんですよとか言ったり、いやーちょっと、あの、こういうところがあんまりこう好きじゃないんですよとかって言ってるんだけども、そういう苦手なコースで優勝したりとかあるんですよね。だからこういうコメントあんまり信用しない方がいいかなと思いますけどね。 まあ、おにぎり屋さん将来やりたいって言って、ああ、やっぱりパンよりもご飯派ですかって言ったら、いや、私、あの、米嫌いなんですよね <laughs> っていう子ですからね。米嫌いなのに、おにぎり屋さんをやりたいってわけわかんないでしょ。だからね、そういうコメントはね、あまりこう、あの、真に受けない方がいいかなと、ね、思いますね。はい。そして最後、藤田才木選手ですね。はい。 この上の漢字の選手、中国の劉瑠新選手ですね。あの、黄金世代の子ですよ。はい。まあ、ちょっとおっさんみたいな顔してます。<laughs> ああ失礼失礼 <laughs> そう、まあ。でもこの劉瑠琴ね、あの、雑草とかのアレルギーでね、あの、ゴルフできないでしょ、普通ってね。 心拍数が140超えちゃうんですって。そういうアレルギーを持ってたんだけど、それを克服した選手なのでね。まあ、ちょっと失礼なこと言っちゃいましたけど、ね。な、カブツアー、アメリカのカブツアーで、ね、エピソンツアー7勝してる選手ですが、すごい選手なんですよ。今年、ももう5月に優勝してるじゃないですか。エピソンツアーで勝ちましたからね。そういうあの実績のあるうまい選手との一緒の組なのでね。まあ、それでも、藤田才希選手の方が上だったねと。 ベテランの味を出して、さすがというプレーを見せてね、欲しいかなと思いますね。まあちなみになんですけども、シンジエ選手とサイ・ペインちゃんもね、出場してますけどね。はい、出場しますよ。まあ、サイ・ペインちゃんね、まあ予選会突破してますからね、日本のね。はい。そしていよいよここから AI の優勝予想いきますよ。AI の優勝予想。はい。 10人あげてくれと。ね、いろいろな情報を入れて、10人選んでみてくださいと言いました。で、聞いたところ AI が出した答えはこの10人です。はい。ちょっとこの AI 私に好かれようとしてるんじゃないかなと思うところありますよね。<laughs> はい。ネリー・コルダー、畑岡奈紗、リリア・コブルック・ヘンダーソン、ミンジー・リー、アッテヤ・ティテクィ、キム・セヨン、 セリーヌ・ブティエ、ダニエル・カン、シムのヒナコと。はい、この10人を挙げてくれましたね。はい、忖度してますね。シブコちゃんを入れるあたりね。最後にシブコちゃんを入れてくるあたりやね <laughs>。なんかね、感情があるんじゃないのかな、こいつと。ね。なんか、友達少ないのでね、あの、AI とい一生懸命喋ったりしてますけど <laughs>、喋ってはいないけどね、もう文字を打ち,打ち込んでね、会話してますけどね。 まあ、こういう AI の予想がね、また、ね、ネリーはもういいからさ <laughs>、ダッサあたりに優勝してあげてほしいなと思いますけどね。誰が来るのかなこの10人のメンバー以外にポンと来ちゃう可能性もあるしね。わかんないですけど、誰が勝ってもおかしくないのでね。実力はきっ抗してますよ。ネリーがもう気違いみたいに勝ってますけどね。実力差といえば、 そんなにはないはずなんですよ。そんなには。調子いい、悪いの話であってね。はい。もう、ショット力とかは、あの、大きな差はないはずなんですよね。なので、あの、その調子によってね、誰が勝つか、ポンと、新しい人が来ちゃうかもしれないしね。 え、こいつが来んのみたいなね。そういった選手がね、いきなり優勝しちゃったりってね。去年のアリセンコープスがそうだったでしょ。そ、そんな感じでね、来るかもしれないというところはありますよね。はい、それではまたコメントを見ますさせていただきたいと思います。え、かずあき、 さんかな、えー、女子ゴルフ見てるけどこういうなんとなくわからんところをちゃんと分かりやすく説明してくれるのが本当ありがたいです。さすがの知識とゴルフ愛これからも体調に気をつけて長く続けてほしいですとありがとうございます。倒れない限りはやりますよ。倒れないかどうかのこう報告も兼ねて <laughs> いますのでね。離れた親戚とかね。 はい、次、ももさん。りょうさんにお願いいたします。2日目にライブ配信やってください。なぜ2日目なのかは察してください。えー、無理です。はい、<laughs> 長いので無理ですね。日本ツアーもあるので、寝る暇がなくなってしまうので、それはちょっと無理ですね。ライブ配信は。会社辞めれば別ですけどね。もう会社辞めるぐらいに大きなチャンネルになってね、いっぱい稼げるようになったら、それは <laughs> やってもいいかなと思いますけどね。 はいじゃあロップノールさんいきましょう。ネリー・コルダ対21人。まあそれは冗談ですけどね。もう21人とネリー・コルダみたいなのはちょっとあの言い過ぎですだけどね、はいえー。大丈夫かしら。えー、触れ合い花選手に頑張ってほしいな。あと今年の年間女王ナンバーワン候補武田怜選手がどこまで通用するかとても気になります。 はいまあ、芝で苦戦するところも出てくるかもしれないけれどもティーショットまでは、ねまあ、全然余裕で通用すると思いますね。はいえー、とそれとこれは誰でしょうかひろおじさんかな、えー、全然渋野日向子選手には期待しません小祝さくら選手でしょう2年前は日本人最上位ですから2年前と今とでは全然こう様子が変わってるんで。 あんまりこう関係ないですよね。あ2年前の成績っていうのは過去の成績全く意味がないので。はい。それからミッキーさんかなこれえ。せっかくリシャッフルについて詳しく解説していただいたのにもう一回集中して聞かないと理解できそうにないので復習します。出場21人ってもしかしたら他のあ国のツアーと比べて優遇されてますか優遇はされてないです。 まあ完全に予選会です。まあ、予選会がたくさんあったのでね。だからアメリカ人は50人以上出てるでしょ。なんか別に優遇はされてません。ね韓国選手も同じぐらい出てますね。20人ぐらい出てるかな。21人かな。ちょっと忘れちゃいましたけど。まあ、韓国選手も日本人と同じぐらい出てます。で、日本人選手が予選会でね、アメリカの予選会とかでね、吉田優りちゃんとか、ハワイでね、ニー・ユちゃんとか、そういったのが、 あ,のあるのでまああの何て言うの,あのアメリカツアーでの実績っていうわけではなくねあと世界ランキングっていうのでもなくそういったところに入ってない選手韓国はそれに入ってる選手が多いっていうので多いんですけどそういう予選会頑張った選手が多いのでそれで、えー、世界ランクで入れなかった選手も そういってたくさん出てるっていうことですよ、ねはい。アメリカ選手はもう日本の2倍以上たくさん出てますからね。優遇っていうことではないです。はい、えー、っと、これはこのユーザーなんとかっていうのはね、えー、伊藤さんかな、えー。リゾートトラスト最終日の山下選手と2位選手のペアルックは非常に良かったですね。ああ、そうですね。はい、まあその時の動画でも言いましたけどね。はい ソックスで、あの、まあ、パッと打つときみたいに、こう、かがんでね、顔が見えないときは、あの、どっちがどっちか分かんないので、ね、ちょっと引きで取るとね、分かんないので、ソックスの長さで、あの、ちょっと判断してくださいと、あの、お話ししましたけどね。えー、河本選手と西村選手のペアルックも見てみたいですね。 桜、えー、井選手の調子が上がってこないのが心配ですね。とね。ココナッツね、心配ですね。川本結花と西村優菜ちゃんってどうなんでしょうかね。まあ、年齢もちょっとね、2個違うし、接点もあまりなさそうな気もするんだけど、まあ、ったことはあるかもしれないけどね。まあ、どうなんでしょうかね。イベントとかで会うか。同じ契約だから。 イベント出てるところとかまではちょっとチェックしてないのでね、はい、わかりませんが。まあ、ペアルックといえばね、まあ、いろんな選手、みんな、あのー、同じ契約してればね、ペアルックになっちゃうっていうこともありますよね。はい、それから、Y コーガさん、えりょうさんお疲れ様です。2020年の全米女子オープン、も3年半経つのか。 コロナ禍で会社が異例の12月だったんでしたね。この時渋野選手に最終18番より前にバーディーが一つ来ていたら3位で獲得賞金で9シリーズ受けなくてもよかったと記憶しています。それはないんじゃないですかね、あの、ツアーメンバーじゃないから、渋子ちゃん。2020年は。ツアーメンバーじゃない非会員は 賞金、ポイントじゃなくて賞金だったのかなのとも、えー、40位でしょあの。40位以内に入ってないとダメですよ。あの、非会員は。それだと、まあ、かなり、あの、カテゴリーが上に入ってくる、あの、出場権が、あの、出,出場優先順位のカテゴリーになりますけどね。はい。多分、100位以内とかじゃないですよね、非会員は。あの、40位だったと思います。 えー、でもすく、えー、数少ない明るい話題の一つだったと思います。で、えー、勝美さんがそれに答えてくれてますね。えー、最終ホール、ロングバーディーパット入れた時は感動しました。キャディーさんも目頭を抑,、えー、抑えてたのが記憶に残ってますとね。返、え、信、ー、ありがとうございます。志村選手、バックネに入ってから厳しいフォローを精一杯頑張っていたのはみんな分かっていたと思います。最後にあのバーディーが来て、本当に良かったですね。と、はい いや皆さんね、もう覚えてらっしゃいますね。やっぱりね。いや、なんか渋子ちゃんってさ、みんながバーディー取りづらいところでバーディー取ったりするんだよね。そこがまた面白いところでね。はい。えー、このキーさん。えー、挨拶わかります分かりますけど、もう老人なので、えー、気の食わない人間とは話も挨拶もしたくない境地です。松、ま、下之助みたいな大きな人間に生まれたかったです。とね。 いや生まれつきではないでしょう。ね、生まれつきじゃないですよ。生まれてからの努力によっても変わってきますよ、ねまあ。もう老人なのでっていう言葉を発するのは、まず最初にやめた方がいいかなと思いますね。そういう,こう言葉で、ね、発信してしまうと、エッティじゃないですけどね。まあ、もう本当に願い叶えたいと。オリンピック出たいと言ってこう言葉に発するようになったようにね。 どうせ俺はもう老人だからとかね。もう老人なのでとかね。そういったのをこう発信してしまうとね、声に出さなくてもね、こういうコメントで出してしまうと、あまりこう自分にとって良くないかなと、ブレーキをかけてしまうかなと思いますよね。まあ、それはいいとして。えー、ウッシーさん、りょうさんいつも配信ありがとうございます。リランキングの話とてもよくわかりました。応援している森あやめさんは厳しいですね。 厳しくないですよ。あの、厳しいかもしれないけれども、わかんないですよ。一発で上位に来れば、もう大逆転ありますからね。はい。以前、ヨネックスレディースで、石山千秋さんがキャディをや,やると言ってましたので、えー実、実現すれば大いに期待できると思ってます。なんとかポイント稼いでほしいです。あ、昨日やってましたよ。 あの全部聞いてないですよね。あの、最初だけ、あの、インスタのライブ配信やってましたね。森山あゆみちゃんと石山千秋ちゃんがやってましたよ。ライブ配信。で、途中でどうかいなくなっちゃったんでね。まあ、それこで切っちゃったんですけどね。はい。そこで言ってたのかもしれないですね。わかんないけど。はい。それから、ルさん。えパー7なのねえ、ロングホールは2つだけか。初日、ネリット、同組の畑岡奈紗、サンドセーブ率。 100%の西村優バーディー獲得率1位の古江彩香。獲得率ではないんじゃないバーディー獲得数が1位なんじゃない獲得率でいくと試合数が少ない人の方があのバーディー率が高いと思いますよ。計算してないけど。バーディー獲得数が1位なんじゃないですか。はい、まあ獲得率どうなの ちょっと見てみる統計ちょっとこれで見てみようかショートゲームだっけ違うなバーディースコアリングか違うなあバーディーあった バーディー、バーディー数。これバーディー数が1位でしょで、これが平均ですよ。だから1試合3.77個バーディーが取れると。だからもうキム・セヨンの方が率がいいわけですよ。43ラウンドで162個。キム・セヨンちゃんは41試合、41ラウンドで159個。なので、 キム・セヨンちゃんの方は率は上です,上ですね。まあ、サグストロムもそうですね4。4いってるから。ネリーとかの方がまた上になっちゃうんじゃね。ネリーはもうアジアシリーズ全部休んだからね。これ、これ、これはあの平均の率ですよ。率、バーディー率だからバ。バーディー率の方がこう注目しないといけないですよ。ほら、ネリー・コールド4.35でしょ。ねえ。 アジアシリーズ休んでたからバーディー数は少ないけれども出たあのラウンド数が少ないのでね平均で4.35個毎試合取ってるということなのでまあやっぱりネリーが一番なんですよねということですはいえー予選通過をまずは期待したい渋野ひな子日本人選手活躍に寝不足になりそうです寝不足になりましょうねみんなで <laughs> はいそれから登さん えー、こんにちは、りょうさん。今週は、ゆめちゃんとさくちゃん。そして、えー、しぶこを応援します。しかし、一番はしぶこ。なんとかトップ10に入ってほしいですね。頑張れしぶこ。さくちゃんはなんとか予選通過してほしいですね。そして、日本では、ゆめちゃん、頑張れ、トップ10と。ねゆめちゃん、どっちですかね。<laughs> 小林ですかね。増田ですかね。どっちでしょうかね。ゆめちゃんがいますけどね、どっちもね。 はい、それから、んー、ばーさん。ば <laughs> ーさん。坂東明宏さん。ね。えー、ネリーコルだって、これで <laughs>、これでネリーコルだって、これ打つ方が大変だと思うんだけどね。すごいね。えー、止めるのはしぶこやんとね。はい。しぶこちゃんが止めてほしいですね。はい。えーと、ー小笠原さん。 リょうさんご無沙汰しています。流量ですが、ゴルフネットワークやりますよ。あ、そうですね。岡本彩子さん解説です。えー、BS 松竹よりも早く2時から4日間やります。夕方5時から再放送ありです。リょうさんと同じで、NASA、えー、とシブコッチャを応援します。もちろん日本人選手全員には頑張ってもらいたいです。リょうさんも寝不足になりますが、体が資本ですが、気をつけて頑張ってください。私は多分、打ンにします。あのー、 見逃し配信ができるからねあのゴルフネットワークってね前入ってたんだけどやめちゃったんですよあのメジャー大会なんかの見ようと思ってゴルフネットワーク年契約してたんだけどあのスカパーに入ってないとこれ見れませんよってなってたんですよね全米女子オープンはどうなのか分かんないけどもダゾンの方が確実なのでね あの、テレビないんで。<laughs> テレビ見ないからね。テレビないんですよね。はい。あっても見ないんだから置いといてもしょうがないでしょ。はい。えっ、ー、と、ゴさんゴ。ゴさん。えー、ゴン、ゴンじさんでいいのかなえー、渋子は予選取ったらよ、強いよ。えー、まずは予選通過するよ。な <laughs> んだろう。<laughs> よくわかんない。はい。 もうちょっと分かりやすい言葉でお願いします。えー、次は、はっとりさん、えー。4日間成績残さないとあかんから1日。まあまあ成績でもね、この後どうなるか。うん、ちょっとこれ、何でしょうね、これ。分かんない。すいません。はい。えー、たらたらしてんじゃねえよはね、いいですよね。たかちゃんさん。 りょうさんお疲れ様です。NASA プロには是非ともメジャー優勝してほしいですね。個人的にはひなこプロ応援です。ただしりょうさんの思いとは違い、個人的には前衛女子での復活優勝が最も彼女らしく一番盛り上がるんじゃないかと思いますね。 えー、今回の全米女子オープン、個人的に距離が出てパワーヘードが打てる選手に期待したいです。そういう意味で、やはり、えー、武田プロと西郷プロですかね、えー。出場日本人選手全員、納得のいくゴルフができて、4日間戦えることを祈りますとね。はい。まあ、全英でもそうなんですけどね、全英一つじゃあね、やっぱりこの格が上なのが全米女子オープンなんですよ。メジャー大会 5, 5つの中でもね、格が上という感じはしますけどね。 人によって感じ方は違うか。まあね、わかんないですけどね。はい。えっ、ー、と、吉尾さん。毎日楽しい話をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。t タイムズが出ましたね。えー、日本人選手みんな頑張ってほしいですけど、まずは LPGA で戦ってるメンバーは本気で勝ちにいっているので、いい成績を期待します。 日本で戦っている選手は腕試しの要素があるからプレッシャーもなく意外とマッチした選手が出るかもしれません。その中で川本優選手に期待しますね。去年、木,のあの木下彩ちゃんがね、もう良かったでしょあれでね、あの、メルセデスランク、日本のね、メルセデスランクもボンと上がってね、おこれはちょっと頑張ればシード取れるんじゃないかっていうところまで行ったんですよね。あの、賞金もたくさんもらえたしね。 まあその後ちょっと日本ではあまり成績が振るわずでしたけどね。はい。まあ頑張ってほしいなと思いますね。それから姉もねいさんっていいのかな。えー、すいません。えー、か勝みなみちゃんも出場してほしかったそうなんですよね。77位だったんですよ。まあ75位だったらね、あと2、2ランク上だったらよかったんですけどね。ねか勝みなみちゃんこそこういう大きな大会。 ねまあ、日本でもそうでしょメジャー2連覇したりねやっぱりそういう力を持ってる選手がこういうところで出るとねなんかこう期待してしまうところありますよねはいそれから勝美さんキャディはミミさんみたいです心が知れた仲なので大丈夫だと思うけどちょっと心配自分的には佐々木キャディが合ってる感じがします、えー、2015年大山プロ活躍しましたが12番ホール 意見に入れてしまい5位になりましたが渋野選手も攻め方に注意を払って予選通過期待しますともちろん渋子劇場で優勝しちゃってくださいとねはいまあ、キャディはあのー、ねミミさんでも違う人でもあんまりそんな変わらないかなと思いますけどねやっぱりキャリーさんもねえ給料もらえないとね困るから予選落ちばっかりじゃねえ。 あのまあ契約はしてるんでしょうけどね。まあ一試合これぐらいの値段でってね契約はしてるんでしょうけどね。まああのどうなんでしょうかね。その辺はもう細かいことはね分かりませんけどね。はいそれで最後ヒロンさん。全米女子オープンこれだけの日本勢の出場となれば期待しかありません。トップ10に日本勢5人くらい入ったら楽しいだろうな。 渋野、古江、山下、武田、岩井姉妹、小祝、全選手、楽しみ。勝つ選手が出られないのが残念。予選落ちが続いている桜井心コ那コさんは、特に気になりますとね。急にここであの力発揮したりしてね。急に良かったりして。<laughs> そういうこともね、まあ、あるのが面白いところでね、ゴルフのね。そういうことになるかもしれないですよ。ちょっと楽しみですね、そういうところもね。 このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、 ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまたゴーゴーゴー